はい、天気よりでしたっけ。はい、そうですね、はい、どうですか、どっから説明してきますか。はい、まあ、天気よりですね、あれ意外とこれ4だけなのね。はい、だいぶ絞ったね。はい、試してみたんですけどね、結局まあいろいろあるんですよ。トライアルの天気よりとか、うん、そのアストロギアかとか、あとは、まあ、プロモのアストロギアとかもいるんですけど、うん、正直やっぱりこのアストロギアが一番強いんですよね。うん、まあね。とすると、うん、結局来なかった時にどうするかっていう、その次のサブのアストロギアにするよりは、うん、何としてもこれ引くっていうタイプにしちゃった方が、うん、まあ、結局強いんじゃないかなって思ったのでこうしました。うん、しかもサイズ2ばっか引いちゃうとトライアングルができない。はい。なので、そうそうですね。その関係もあって、だからこれ引けなかったら11で並べちゃった方が、はい、もうその方がいいっていう結論になりましたね。っていう結論だそうです。はい。なので、まあ、分からないけどね。そうですね。なので、まあ、結局11って11武器っていうトライアングルでも一応サポートカードは打てるんですね、うん、なのでそのサポートカードでその方で引けるっていうことか、可能性かなり高いです。何度か回して結構来るんですよ、うん、初手に来なくても回してるうちに、うん、アストロギア意外とパラッとどっかで現れたりしてくれてるんで、スタドロ回収はあるの？この段というか天気流にはあるんです。あるんだ、はい、なのでその関係でも多少ガンガン落ちてもいけるんだ。落ちてもいけます、はい、うん、だから全然読んでも、そうか、そうなると、はい、確かにそうですね。本当は6ぐらい安定かなと思ったけど、そうですね、正直6あった方がいいかもしれないです。本当はもうちょっと強いアストロギアがあれば、うん、そっちにしようかなと思ったんですけど、うん、まあそれはね試していただいた方がいいかもしれないです、うん、読んでくるならそれでよし、うん、来ないんだったらもう1枚か2枚か、まあ、これで困るようだったら1の枠割いてって感じ、はい、そうですね、ちょっと枠割いてなんとかしてくださいねっていう感じです、うん、はい、はいはい、っていうですね、うん、まあまずはね、まあ効果はそれぞれね皆さんの確認していただければいいと思うんですが、うん、まあまずはこれを主軸にして何としてもセンターに立ってもらう、これゴッドレアおよびシクパックですね。シクパックですね、はい、打撃を、うん、トライアングル作れば打撃を1点上げて全員に貫通も出せるよっていうガードですね、うん、はい、いやこれもシクパック、はい、これが貫通、まあそうですね、これはアタッカーですね。アタッカーです、うん、はい、2回攻撃をする。でこれがまあレアですか。レアですね。レアで、はい、2ゲージチャージ1ドロー、ターン制限なしっていうガードですね。あ、まあガンズミでしょうね、はい、っていうことね、ここ超重要だな。じゃあレアタイで、そうですね、はい、でこれはこれが、コール時に敵から武器を、そうですね、手札に加える。 3でも拾えそう、大丈夫。まあ他のサーチカードもあるのでちょっとその関係で今3です、うん、なるほど、はい、これ武器サーチはこいつと他にはこいつとあとこれですね。あ、これもか。はい、これもです。でこれは天球流が場にあれば、上から4枚めくってその中のモンスターかアイテムを2枚手札に加え残りをゲージに置くです。はいはいはい、じゃあもう10枚構成なんだ武器。そうです、実質そんな感じです、はい、しかもこれモンスターもいけるから、モンスターもいけます、うん、だから結局あれにつなげてもいいですし、うん、はい、直接あれ引っ張ってきてもいいですし、うん、はい、なので、でモンスターをこうやって上から探す関係上この辺も見つかりやすいんですよね、うん、とっても、はい、なるほど、っていう関係で、はい、枚数は今こんな感じにしています。でモンスターはそんな感じで、あとはあれですね、あとあ壁ですね、あれは、うん、じゃあ、はい、はい、これはもうモルマン、はい、攻撃引き付けマンですね、はい、相手が貫通とかだとこういうのは頼り、そうですね、ちょっとこっちに巻いといてっていうことをやれば、はい、攻撃向こう行ってくれるんで、ちょっとはまあダメージは緩和できるかなっていう感じですね。で、モンスターはまあね、はい、まあ、最強夫人はね、これセンターに立てて、これ横に置いといて、で、反対側にこれ置いといて、うん、っていうね、全員2回攻撃で、まあ、武器はですね、はい、うん、4面2回攻撃、打撃力3っていうアタックを用意してあげれば良い、そんな感じですね、最高アタックは、うん、はい、で、その他のね、補助カード、魔法になりますけども、これが、ドロップから天球流1体をコールコストを払ってコールするよっていう対抗魔法、対抗のやつね、方ですね、はい、はいはい、まあ、これはね、先ほど言ったようにアタックコールコスト払うんだね、払います、おとなしい効果に感じるけどね、はい、でも対抗というのがいいんだね、対抗、そうですね、うん、そこがいいんですね、はい、で対抗なんで、まあ、何でも呼べるんですね、この辺のモンスターは全てドロップにいれば何でも呼べてしまうんです、うん、もちろんこれをね、切り札のこれをセンターに置くのもよし、はい、あとは例えばコールコストのかからないサイズ1をこれでアタックした後にドロップにいるもう1体これを入れ替えてさらにもうアタックするとか、うん、あとはゲージに余裕があるならば逆にこっちを出して盤面いじりながらさらにアタックしてあげるとか、うん、はい、そんなね感じで、回します。で、ね、防御の時になったら、まあ、やられてもさらにセンターにもう一回これを出すとか、まあ、そういうね、うん、面でもいけます。で、うん、これと好相性なのがこれですね、はい、うん、これ天球流が、場に出るとモンスターが場に出るとターン1で、うん、ライフ1点回復ワンドローって感じです。でもちろんこれで相手ターン中に出ればワンドローがここでも使います、うん、これ歩きなら積極的に使って損しない、損しないですね、うん、はい、
なのでこの辺で、まあ、防御兼攻撃札って感じになりますね、うん、であとはちょっとこちらの4等カードが、これがですね、うん、まあ、いわば波ですね、 ですね、はい、いわばこれがあのこのデッキにおけるラウドボイスです。ああこれ波でめっちゃ強いな、はい、簡単に言っちゃえば、はいはい、天球竜が2枚以上という発動条件があるんですけど、はい、ちなみにこれも天球竜として数えます。あ、条件はつきてると、はいはい、なので、2枚以上の時に打つと、そうすると相手の盤面の攻守をそのターン中5000下げて打撃をマイナス1にすると、うん、はい、で全て、まあ、要するにこう全ての攻撃が全部瓦解するわけですね、うん、そうすると、まあ、場を作ってしまえば余裕だね、はい、でセンターにいるアストロギアは5000あるので、うん、要するにこう単機で突破するのも1枚打つだけで結構難しくなってきます、うん、天球アイテムにも天球で続いてるから、はい、2枚以上なんてたやすいね、はい、たやすいですね。設置魔法にも天球でついてるし、はい、天球もこことここだけで成立しちゃうね。そうですね、モンスター全破壊とかもらったとしても仮に、はい、最悪それでも大丈夫です。しかももらったのに対抗して打てば、あ、まあ、そういうことですね、うん、はい、全然大丈夫です、うん、っていう関係であとありますし、あとはね、まあ、そんな感じで、ね、基本このデッキの守りってモンスターを並べて守るのと、それからあとは打撃とパワーを下げて、うん、そもそも突破できなくしてやるっていうのが一番、うん、硬いですね、やり方としては、はい、まあ、だけ戦闘突破をしてくる相手はこれだ、はい、ということですね。そういうことですね。でもそれを見ると総じて暗殺は勝てたかもしれないね。あ、まあそうですね、可能性は十分にありました、うん、はい、戦闘処理にはもう明確な答えがあって、はい、で防火で毒化そうと思った時に何があるか、そうですね、それはあのこれですね、これだ、はい、これがでも自分のターンだけなんですけど、これを打つと、あのまずワンドローしてから、うん、自分の天球竜すべてが破壊されず、うん、手札に戻されずっていう、若干耐性、効果処理の耐性は若干弱いね。そうですね、うん、はい、なので効果破壊とかされると飛びます。これは詰め切る時のカードって感じするし、はい、そうですね、の相手のしかもこれが天球竜があるのに使うから、はい、なんか1枚はある状態で打ってくるから、はい、そうです、それに対抗してその1枚は飛ばせるんだよね、あ、飛ばしてもですね、あのこれは発動条件なんで飛ばしちゃっても、うん、あのまあ、その1枚は確かに飛ばせますけど、うん、でもその後のターン中の破壊されないのは適用されちゃいますね、うん、はい、ただやっぱりこれを打つとね、結局場のトライアングルを崩されなくなりますので、うん、そうだね、はい、そのターンでもしのがれた回数のターンでもなんか効果処理される可能性は、まあ、可能性十分にあります、ね、そうだね、はい、だから回数のターンは多分戦闘突破よりも効果でどかした方が、はい、こいつにはこいつらには有効かもしれない。有効ですね。天球竜をどかそうと思ったら、はい、効果によってどかすのが一番早いです。そうね。はい、戦闘処理には明確なアンサーがあると。はい、そうです。だから相手単中に出てくるこういう魔法が重要性なんだったんですよね。はい。逆にそうね。そうなんです。うん、でもこれも1枚しか出せないから、まあ、そうですね、うん、本当破壊処理が激しい相手だと、はい、そうですね、だからちょっと、まあ、メイン中に破壊してくるならちょっと我慢して、うん、アタックフェーズに移ってから復活させるとか、うん、まあ、ちょっとその辺の工夫はいりますけど ね、 そ う、 ね、はい、そうですね、その魔法はそんな感じですね。で、うん、結局これが4枚だったわけがもう一つあってですね、これがあのさっき4枚めくってモンスター探すっていうこともできるので、うん、結構めくれてしまうっていうのがまず1点、うん、それからドロー加速に結構優れてるんですよ。例えばこれがですね、あのフォーメーションを引いてしまえば、うん、2ゲージチャージ1点回復、うん、2ドローっていう単一魔法です、はい、でフォーメーションなら何でもいいんで、はい、まあ、11武器でも全然いいんで、うん、そう、そうか、これがでも、うん、なるほど、これはトライアングル成立してる時って感じだね、はい、だね、なので、まあ、あくまでこうね、さらなる展開とかそういうのを狙ってるんですけど、うん、そもそもアストロケアがない時に11武器でとりあえず引いてみるっていうのもできます、うんうんうん、それで来ればそれで良いですし、うん、はい、ね、なるほど、っていうこともありますね、はい、でなのでちょっとねこのデッキでさらにこう既存のいわゆるこう今回のブースター以外で入れてみたのがこれですね、はいはいはい、あの、はい、アトラで使ってたプリズミックプレスです、うん、はい、結局あの天球竜ってセンターに居座る系でアトラと少し動きが似てるんですよ、うん、なのでやっぱりアタック回数どうしてもかさむんです相手って、うん、はい、だからあの結局その時に、ね、あの相手がアタックし終わった後に、まあ、この辺でしのいでいれば相手がターンを終えた時にアタック回数分めくってあげれば次のキーカードはほぼ確実に、うん、あの手札に加われる、今崩れても、はい、これでドローによってまた作り直すっていう、はい、めくって2枚手札に加え1枚ゲージに置くんで多分その加えた2枚で場を立て直せます、うん、また、はい、だから崩されても大丈夫っていう意味合いでこれを入れてます、ね、うんうん、はい、しかもこれもらっただけで崩れなくなるシチュエーションありそうだけど、ありえます、下手すると、はい、ありえます、あの攻撃力、うん、結局9000以下か、うん、はい、1万未満のカードは短期でアストロギアに触れなくなるんです、うん、それなんですね、はい、で、うん、連携アタックを許容された時点で結構もう、うん、はい、そうだね、きつくなります、ね、だから崩れたら崩れたら引けばいいっていう、ね、そういうことですね、はい、崩されたらじゃあそこで引きますって言い訳だけなんで、うん、はい、はい、
で、ペン攻めのやつらは、はい、でこれが、場のに天球流がいるときに使えるんですが、うん、はい、相手2枚以上ですね、2枚以上のときに使えるんですが、相手の場のカードを3枚まで選択して破壊します、うん、で、2枚以上破壊したらバンドローするっていうカードですね、うん、はい、で、まあ、ほんで盤面いじり用です、うん、で、そんなに枚数今積んでないんですが、まあ、枠の関係対抗がないんだよね、対抗ないんです、うん、ちょっと枠の関係っていうのもあるんですけども、でも3枚、1枚で3枚破壊は強いね、はい、やっぱりその3枚破壊っていうその辺 の、 あのやり取りが結構強いんで、うん、まあ、少しやっぱり入れときたいなっていう意味で1枚、まあ、カオスで、ね、サイズ90のやつだけ除いてバンバンバン破壊、そうですね、はい、周りを全部荒らしてみなんてこともできるようになりますので、うん、ものによっては、うん、はい、で、あとは、こちらはですね、あの大会プロモなんですけど、これがですね、1ゲージ払うとドロップゾーンにあるサイズ1位の天球流を手札に加えるんです、ね、あ、強いね、はい、なので、まあ、起こったこの辺を拾えばいい、なるほど、はい、まあ、まずは引くのが先だからってことですね、そうです、なのであのこれ落とすギミックはないんだよね、ないんですね、うん、だから結局バーッと引いていく中で、まあ、やられたりなんたりとかするんで、うん、まあ、払ったゲージからいるとか、うん、そんな感じで現れた時にその時にじゃあ回収するためのピンですね、まあ、基本回収といってもここにいるんで復活カードが、うんうん、はい、なので、まあ、あくまでこれの5枚目みたいな、対抗で1枚出る方が2枚出る回収よりも、はい、っていう、まあ、あと幸運金も使いますしね、これそうだね、はい、こっちの方が確かに、そうですね、ただやっぱり、まあ、単純な枚数アウトだとこっちだけど、そうです、まあ、やっぱりでもこれだけだと足んない時があるんで、かゆいところに手が届くっていう意味でもこれが欲しいっていうところですね、はい、はいはい、あとは武器は2回攻撃で多分あれが鉄板かなっていうところですね、これが硬そうだと、はい、これが一番強そうです、なんだかんだ言って、うん、はい、あとはね、このデッキは回すと、うん、あのゲージを増やすカードがすごく多いんですね、うん、だからそれを使ってやられてももう一回立て直し、うん、さらに必殺技に叩き込むだけのゲージが余るので、うん、はい、あの全てのカードは回り始めれば問題なく打てます、必殺までいける、はい、打てますということです、はい、なので、はい、まあ、でも結構あの難しいっちゃ難しいデッキです、そうだ、ね、少なくとも万竜弾や新竜族に比べてるとだいぶ難易度は高いですね、そうだね、はい、うん、そうだね、はい、ローリスクな方法でトライアングルを成立させ、はい、っていうことだよね、そうですね、その状態を維持したままで、このカードが非常にいいね、はい、あとはその面白いカード、はい、カードの使いどころを相当考えていかないといけません、うん、あのバンリューダンって来たカードを打ってれば勝てるんですけど、そうだね、うん、はい、これはあのいつ打つかを間違えると結構きついです、うん、そうだね、はい、一番テクニカルかもしれないね、今回、はい、そうですね、の、まあ、テーマの中では、はい、これで勝つのは結構あの考えないと難しいかもしれないですね、うん、でも結構な火力なんだよね、すごいんだよね、そうです、すごい火力が出ますね、うんうん、はい、最高布陣では、うんうん、そうですね、3、4、12の24点分出るのか、うんうんうん、はい、でもさ、これもさプラス1万の方いったじゃん、はい、いました、だから硬いのがなら、まあ、センターに硬いの並べるタイプだとあ、そうですね、ただですね、あのセンターに硬いの並べるっていうのをパワーを上げて突破するっていうのは確かに有効だっちゃ有効なんですけど、うんうん、それやるんだったらですね、うん、あの全員で貫通連携アタックした方が、はい、あの圧でかいかなっていうのが私の結論なんです、ね、貫通で通るかもってことか、はい、ちょっとアトラを見るときついかもしれない、そうですね、うん、だからアトラとかそういうなんかいわゆる貫通ダメージカット系なんていうのを相手にするときはちょっと確かにねプラス1万の方が1枚あの、うん、まあ、あった方が、そうだね、これが絶対的っていうことではない、ね、安定度ではこれでね、はい、だからあくまで丸めるとこれが優先されますよねっていうところです、うん、ただやっぱり相手に応じて少しあの、ね、アストロギアの中身も変えた方がいいです、そうだね、じゃあなんか役割が違うアストロギアを数枚仕込んで、はい、そしたらここが濃くなるかもしれないし、で、うん、多分未来的にはですね、多分このアストロギアの種類が微妙に増えていくと思うんですよ、そうそうだ、はい、あのいつも通りだったら、うん、はい、ぶっちぎりのアストロギア、そうですね、なんかこのアストロギアすごい強いんだけどなんかこれかすむんだけどみたいな感じのとか多分出てくると思うんで、そしたらまた優先が、ね、なんか違う星座を描くんじゃない、トライアングルじゃなくて、あ、だんだんね、そうですね、だんだん複雑化、ライト視点もあるかとかね、はい、そうですね、うん、複雑なこうね、こうただ強いだとちょっとおかしいから、はい、うん、そう、だからちょっとその辺、多分最終的には何でしょうね、うん、この前段布陣完成でどうのこのみたいなね、はい、あるかもしれない、あるかもしれませんね、はい、うん、なので多分アストロギアが強くなるとそれに比例してデッキの形がどんどん変わっていくっていう、多分そんな感じになりますね、やっぱ選んで半分に加える、これはかなりあるかもね、はい、だから将来的に、ね、はい、将来を見据えると一応今のうちに2枚ぐらい持っといた方がいいと思います、うん、はい、だからまあ公認大会ね、はい、ですね、まあ結局そうなっちゃうんですけどね、頑張ってくださいって、はい、2枚ぐらいあるとそれが、はい、光るかもしれないです、はい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 、はい、ありがとうございました、はい、はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと